さんこんにちは。田植えは済んでますか？長野県南箕輪村ではもうこんなに緑の田んぼができています。かなり成長してきてますね。一面緑でとても綺麗です。さて、私は今日ブルーベリー畑に来ています。今年もやってきました。このブルーベリーの時期、皆さんに好評でとても喜ばれた一品です。おすそ分け市場から出しているので、ぜひ皆さんホームページ見てみてください。さて、今日はブルーベリーの成長ぶりを見てきてます。見てください、少しブルーベリー実になってます。まだまだ緑の赤ちゃんのような小さい実がたくさんある中ですが、少しずつ大きくなって色がついてます。収穫もそろそろですね。そしてこの青いネットは鳥よけと、あとは害虫よけになってます。そして敷き詰められた藁はこの土壌を温め保湿する役、そしてこのこちらですね、見えますか、お米になる前のお米を取った後のこのもみ殻も、この土壌を保湿するため、そして温めるためのものです。そしてところどころに見えるのが、白く見えるのが貝の貝殻ですね。こちらカルシウムを、補足するということで、このブルーベリー農園の生産者ゆっこちゃんが考えて撒いたものです。こちらの方はまだまだ実が小さいですね。7月の上旬、7月の5日から発送が可能ではないかと予想されています。こちらはかなり大きくなってますね。楽しみです。ここのブルーベリー本当に大きくて美味しいんです。それではブルーベリー畑の中に少しお邪魔しましょう。本当は見てください、この一面ブルーベリー畑です。この敷き詰められた藁の上は柔らかく、本当に土壌が綺麗な感じです。まだまだ小さいブルーベリーの実。今日は天気が曇っていますね。雨が降りそうです。恵みの雨になるといいですね。ブルーベリーが大きく成長して、7月の頭から8月の頭まで大きな実を結び、そして皆さんの口に入って栄養になってくれることを祈っています。種類がいろいろ作っていまして、で大きいものから小さいものまで、ただおすそ分け市場で扱っているのは大きいブルーベリーの粒です。ぜひ皆さん一度試してみてください。本当に美味しいです。昨年頼んでくれた県外の方は今年もぜひ頼みたいということで、もう注文をいただいています。予約も受け付けています。ぜひ、今はまだこれだけちっちゃいです。小さいのですが、これがもっともっと大きくなっていきます。それでは皆さん、またレポートしたいと思います。それまでしばらくお待ちください。